どうもこんばんは、中西健太とドン・ルテシオです。で、今日なんですけども筋トレ2回目ということで、今日はベンチプレスなどなどやっていこうと思います。メニューの方なんですけども、メニューの方はテロップなどでこの辺にどっか載しとくんで、後でちょっと見てみてください。早速筋トレやっていくんで、またじゃあ、肩から抜けよう。ん、肩から抜けよう。抜けよう。うん、じゃあ結構話すよ。あ、無理や。この前上がりよったよ全然。ちょっとハプニング起きて、この前40上がりよったんやけど、なんか上がらんくなったね。多分動画外で僕筋トレ結構行ってるんですけど、2日ぐらい前に行ったやつが結構筋肉痛で、まだ治ってないかもしれない。日々の筋トレがね、ちょっと効いてちょっと。30キロでも5回上げるのがなんかしんどいんで、25を上げていきます。フォームめっちゃいいよ。3、4いける？いける？じゃあ行こっか。4。そう、ちょっと体力に気通すね。あとこれ2セットやって、同じやつ2セットやって終わります。次はダンベルを使って胸の方をいじめていきたいなと思います。何回くらい上げまくる？100回？無理。次のね、ダンベル使う種目はめちゃめちゃ高重量を限界まで上げるわけじゃないんで、15回を、3セットやっていきたいと思います。やべ、今骨に当たった。痛い。めちゃくちゃ痛い。またあと5回。上がらん。やばい。上がらん。ちょっと休憩。てか骨が痛い。大丈夫。一緒にやっていくか。6 7 8 5、あと2回。
2回は行きたいんだ。じゃあ次いきます。これ15回を、これも3セットやっていきたいと思います。難しいよねこれ結構。マジフォームがむずい。それ何キロ？10キロ。10キロか。来る？胸結構来るよこれ。めっちゃ来るわ。来る？ここの、この辺に来る。ちょっと触ってん。俺だね、今日。ほら、俺、ここ、ここ触って。パンプアップしてるの。パンプアップしてない？うん。やるかんだー。やるかんだちょっとこのここがちょっと成長したかも。このラインがね、うん、若干触ったら分かる。次ちょっと腕やっていきます。腕、ラスト腕、こぶ、バッチ、9、10、11、やっぱこれ12、いい感じ。明日これ多分めちゃめちゃ痛いですね、筋肉痛は。終わった、疲れた。積み重ねが大事なんで、まあ、この調子でねやっていこうと思います。この調子で半年後マッチョになっていきたいと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最強トレーナー現れます。イエーイ。俺らにフィジカルの最強トレーナーが現れます。なんとですね、僕ぐらいガリガリだった人が半年から1年ぐらいかけてめちゃくちゃにごつくなったっていう経験をねした人が次回僕のトレーナーになりますんで、皆さんお見逃しなく。